おはようございます。2024年2月19日、雨水というところでね、おはようございます。今日のね、雨水はこちらになっております。パレスチナの平和ということで、そこにね、停戦をしてもらわないと、大変なことに、なってきます。まあ、ネタニヤフね、イスラエル首相、先にね、南部へ避難しろと言っておいてね、イスラエル、攻撃をね、徹底して北部にしていくと。もう壊滅状態になってきていると。それでね、これからね、南部のラハを攻撃するということでね、もうすでに壊滅して北部にね、住民を移動させるとね、もうむちゃくちゃですよね。家も壊れる、インフラも壊れる、ね、そんな場所にね、住民たちで戻れっていう。もっと正気ではないです。本当に引っ込みがね、つかないという状態。それでもね、もう各国はね、まとまって停戦を要求するということが大事です。まあそのためにもね、市民の世論がね、各国政府を叱咤激励していくということが大事だと思うんですよ。当初はね、多くの国がね、多くの国っていうのはね、G7 ね、特に日本を除く、ね、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、そういった国々がね、もうイスラエル完全支持という状況がね、あったわけですけれどもね、市民の世論が、イスラエルがあまりにもひどすぎる、ネタニヤフがあまりひどすぎるということもあるんですけれどもね、やっぱり世論の高まりを受けてね、だんだんね、態度を変えていった。もうやめろと。ネタニヤフに対して言わざるを得ない状況を作っていった。そしてですね、いろんな企業も、イスラエルの軍事企業と、取引をするというかね、共同事業をやるということがね、撤収をしていくということが起きています。まあ、これもまたね、世論によってね、起きていることです。まあ、昨日はね、毎日ね、広島でも17時半から、原爆ドーム前で、停戦を求めるスタンディング。米国人ね、ユダヤ系米国人ね、留学生のね、レベッカさん、たちが呼びかけてやっておりますけれどもね。昨日はね、さらに、まあ、17時半のね、原爆ドーム前に加えてね、午後ね、本通りの電停前でもね、スタンディングもされているという状況があります。引き続きね、粘り強く、声を上げていくということが大事だと思います。政府やね、企業がね、ね、聞いてます。ね、聞いてるってね、世論がね、声がね、上げていくってことは聞いてますんでね、ぜひね、諦めず、今週もね、声を上げていけばいいなと思ってます。どうかね、やっぱり、なんとしてもこれはね、攻撃をね、阻止していかないと。本当に大変なね、時代になっていく。そしてまたね、まあそういう、ほんで、イスラエル自身もね、完全にもうね、恨みを買ってね、さらにね、未来永劫をやっぱりね、恨みを買うということになる。第2、第3のね、ハマスみたいなのも現れてくる。中東全体にもね、これで広がってくるというとね、大変なことになります。今すぐね、やめていくと。戦闘をやめさせる。そのことをね、強く求めまして、本日のね、私のね、お話ね、終わらせていただきます。17時半、毎日17時半、原爆ドーム前、またね、お時間のあるときに、また寄っていただければなと思います。それでは皆さん、失礼いたします。大雨の方にはね、ご注意ください。失礼いたします。